マグヌス2世は、ブラウンシュバイクリューネブルク公、ボルフェンビュッテル校及び、リューネブルク公。レーベステにあるマグヌスの記念碑マグヌス2世は、ブラウンシュバイクリューネブルク公マグヌス1世の息子である。1362年、マグヌスと弟ルートビヒ1世は、弟ブレーメン大司教アルブレヒト2世のため、当時の教区管理者で、自身のブレーメン大司教就任を要求する。 モーリッツ・フォン・オルデンブルクに対し、弟の大使教威を主張した。マグヌス、ルート・ビヒ及び、ルート・ビヒの義父ブラウン・シュバイク・リューネブルク公・ビルヘルム二世は、軍を率いて、フェルデ城のモーリッツを攻め、モーリッツを辞職させた。1367年の弟ルート・ビヒ一世の死後、マグヌスは、ボルフェン・ビュッテルとツェレ両方の継承者となった。父マグヌス及び、ツェレを治めていた。 ビルヘルム2世が1369年に死去し、マグヌスは、領領地を相続した。しかし、1370年には、マグヌスは、チェレを、アスカンカのザクセン・ヴィッテンベルク公に奪われてしまった。マグヌス2世の継承を阻止しようと、皇帝カール4世がチェレを、アスカンカに与えたためである。リューネブルク、ユルゼン、ハノオーファーなどの都市は、アスカンカと同盟を結んだ。 マグヌスはブラウンシュバイクのみを過労うじて手元に留めたに、過ぎなかった。リューネブルク継承戦争は、1373年7月25日に、マグヌスが大スター近くのレイベステの戦いで戦死した後も、数年間続いた。マグヌスは、アウンハルト・ベルンブルク公、ベルンハルト三世の娘カタリーナと結婚した。カタリーナは父方を通して、デンマーク王、アーベルの夜叉後にあたる。 カタリーナは、マグノスの死後、マグノスの敵であった、アスカンカのブラウンシュバイクリューネブルクコーアルブレヒト3世と再婚した。ありがとうございます。